復元されたハリファックス弾頭台。ハリファックス弾頭台とは、イギリスの処刑道具である。受刑者は、弾頭台下部に体を固定され、重い斧状の刃が、数フィートの高さから受刑者の首に落下することで、ギロチンのように斬首を行う。イングランドウェストヨークシャー州のハリファックスの町で、使用されたことから、ハリファックス弾頭台と呼ばれている。 1541年から1650年まで使用され、男女合わせて53人が処刑された。ハリファックスは古くは1280年から死刑の権限を有していたが、公式な記録では、ハリファックス団頭大が初めて記録に姿を見せる1541年までは、1286年に、ジョン・オブ・ドルトンなる人物が公主大で処刑された。 記録が残るのみであった。ハリファックス弾頭台の刃はロープで吊り上げられて保持され、このロープを切断するか、ロープを固定した落下防止ピンを引き抜くことで斬首を行った。ハリファックスでの処刑方法では、動物や家畜を結んだものに対する処刑においてはその、結まれた動物そのものか、その動物と同種の動物に落下防止ピンを引き抜かせることで処刑を行い、 それ以外の罪状のものにおいては、定理がロープを切断する手法が用いられた。ハリファックス断頭大は1650年に、アンソニー・ミッチェルとジョン・ウィルキンソンなる二人の人物を処刑した後は使用されなくなった。一説には、前年の1649年に、外観罪に問われて斬首されたイングランド王チャールズ一世の末路が、 ハリファックスの陪身員たちの心理に深い影響を与えたとも言われる。その後は、ハリファックス弾頭台は使用されないまま荒廃していき、人々の記憶からも忘れられていった。しかし、19世紀中頃の発掘調査で200年、前の弾頭台設置場所が否定され、1974年には、当時の資料や発掘された遺物を参考に成功な、 レプリカが製作され、かつての処刑場に設置されることになった。このレプリカはその後いたずらによる破損や老朽化による腐食が進行したために2003年に一度撤去され、翌年再建された。現在、ハリファックス団頭台が置かれている通りは、ジビットストリートと名付けられている。ハリファックス団頭台は、主に地方領主の定める法に則って使用された。 その最低限の罪状は、貨幣価値にして13ペンス半以上の窃盗を行ったものであった。当時、ハリファックスは防績業で成長を遂げている最中であり、屋外での乾燥工程にあった布地が盗まれる、被害が後を絶たなかったことから、こうした窃盗犯への抑止力として、ハリファックス弾頭台が考案されたという。しかし、その執行要件には、実際には、 かなりの制約が存在し、窃盗の場合には、下記の要件に完全に合致しない限りは処刑は行われなかった。3回の市場、または集会は窃盗された品物の貨幣価値を確定する一種の審理機関及び執行猶予機関であり、なおかつ処刑特許地区内の受刑者に対してしか、効力が発動しない要件であったため、 この期間中に何らかの方法で処刑特許地区を脱出してしまった場合には、この受刑者が自発的に処刑特許地区に戻らない限りは、強制的に処刑特許地区に連れ戻して処刑を行うことはできなかった。記録上では、このような事例で処刑を免れた者が数例、残されており、ジョン・レイシーなる男は処刑特許地区を脱出して一度は死刑を免れたものの、 どういう理由か7年後にハリファックス領内に戻ってきたところを再捕獲され7年前の在場でハリファックス断頭台にかけられたという記録が残っている後世に登場するギロチンに劣らない制度で一撃で正確に受刑者の首を跳ね飛ばすハリファックス断頭台は110年間に53人に対してしか使用されなかった器具であるにもかかわらず当時や 当時のイギリスの斬首刑は死刑執行人の長男によるものであり死刑執行人の技量によっては受刑者に生産な苦痛を与えるものであったこともハリファックス断頭大の名をかえって高める一因になった当時の知識人や詩人の多くもハリファックス担当台に言及している EN トーマス・デリニーは1600年のバラッド詩集、トーマス・オブリーディングにおいて、ハリファックス団頭大に触れている。ロビンソン・クルーソーを表した作家のダニエル・デフォーは、古物賞 EN、ウィリアム・カムデンと共に、ハリファックス団頭大の見聞に訪れ、ハリファックスの厳格な法による統治を称えている。水の詩人と呼ばれたジョイン・テイラーは、ベガエス・リタニーという詩において、 フロムヘル、ハル、アンドハリファックス、グッドロード、デリバーアスという文言で、ならず者や物語が、地獄の次に恐れる場所として、キングストーンアポンハルと共に、ハリファックスを挙げている。ヒストリーチャンネルのサバイビングヒストリーでは、2008年6月15日放送分に、おいて、ハリファックス担頭台が取り上げられた。この際にも、実物と同じレプリカが制作されている。 J.M. クッツェはハリファックス壇頭台をテーマにした作品を表し、2003年にノーベル文学賞を受賞した。A.B. プランリジ・アンドリュー・ザハリファックス・ジビット・ザギロティヘッドクオーターズ、h t t p w w w g i l o t i n d k p a g e s g b b e t h t m l リトリーブド 21January2010 パーカー、ジョンウィリアム、ザサタデーマガジンを、三十二ザハリファックスジュビット。ワイオーアールケイエスエイアイエチエイスティオアールワイドットコム。エイチティーティーピーコロンスラッシュ、ダブリューダリトリブド二十一ザニュアリー二千十ザハリファックス。 ジビット、yorkshirehistory.com オリジナルの2008年3月3日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/200803051234/http://www.iorkshirehistori.com/gibbet/index.htm, w e b r e t r i e v 2 1オーガスト2 0 1 0トムズ・ウィリアム・ジョン エコレクション。オブアリープローズロマンセズ、ロンドン、w ピッカーリング http://books.google.com スラッシュ ?id="jlzcxh4", ワジャック&、ピコグラム ="PA59 リプソン 1965",P242", サバイビングヒストリー、ハリファックスジュビット。 history.com,http コロンスラッシュスラッシュ www.history.com スラッシュビデオドゥ name イコールサバイビングヒストリー&、ブクピットイコール15億9159万2464、&、 ブクリットイコール16億11万 6391&、ブクテッドイコール15億9208万8973、リトリーブド21ジャーニュアリー 2010http コロンスラッシュスラッシュ nobelpriz.org スラッシュノーベル、プライジス、リテラチュア、ロリオッツ、2003、クッツェレクチャー EHTML。ありがとうございます。